神野さんこんばんは。ミヤモです。そして、神野さんこんばんは。ミヤノボウ大佐です。はい、今回はですね、3500万、世界3500万ダウンロード記念で、リシャスが経験値5倍で来てて、その時にハクアに遭遇しました。なので、今回、ハクア、こちら、宮尾の坊対策を取っていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ大丈夫調子。あ、オッケー。じゃあやっていこうか。ね、宮野大佐とね、マルチしたね、ちょうど白は出たんで、ちょっとこれやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よし、行くぞ。オッケー。今日口数少ないね。オッケー、行こう。はい。おーし、赤頑張るぞー。気合入れてこう、絶対勝とう。俺今、運極目指してるからさ。これ負けられない、絶対。気合入れて。気合入れていこう。おーし、緊張すんな、僕は。久しぶりに。やっぱ、まずは、SS 貯めるか。オッケー。確実だもんな、そっちの方が。これ結構いいパーティーだからな。じゃ、まず、これは、SS 貯め。左側で、していくぞ。かなりいいパーティーですよね。いこう。最初、ルシファー。ルシファーね、縦貫します。オッケー！オッケーオッケー。じゃあ、宮野坊、行こうか。よろしくお願いします。やっと私の出番か。行こう。こんなの簡単だ。まずは SS ダメ。見よ、この、無難な SS ダメ。よし。ミヤボ任せた。いやー、大佐、さすがっすわ。綺麗な左寄りショットだったわ。よし。で、じゃあこっちは、左に寄ろうか。ういどこくあーごめん、ミヤノボ。ちょっと、ビゼラの近くに寄ってしまった。まあ、いいだろう。俺がサポートしよう。俺も左に寄るぞ。加速するので注意だ。俺だ。おい。いやー、やっぱりさすがだな。精度が仕上がってやがる。よし、ここは簡単だ。縦貫。よし、いいぞ。お前にしてはなかなか上出来だ。よし、俺は縦貫だ。だからザコは倒す。縦貫気味だけどちょっと右が。いけ！我がアリス。おい。まあでも大佐、僕もここはまだ余裕ですよ。まだ余裕ですよ。はい、どうだ。ああ大佐すいません。また真ん中側にすごく寄ってしまいました。まったくしょうがないやつだな。もういい。この際、抜けてしまうのも一つの手だが、やっぱり無難に行きたい。縦勘だ。と言って倒す。これが宮の坊流、天の弱。いや、ここで大佐の天の弱見えると思わなかったな。さあ、どうしよう。でもこのパーティーは結構いい感じだからな。もう、抜けにかかってもいいかもしれない。行こう。抜けを狙いつつ。やっぱ孫悟空がいるから。いけ！おお！アリスが強い！タイさん、どうですか？とても素晴らしい働きだ。よし。次は孫悟空だから抜けるのは良くないな。縦貫だ。
さあここで再び発動天の弱。大佐やめてくださいよ、これ白は貴重なんですから、もうなかなか出ないんだから、もうやめてくださいよ本当に。 SS ちゃんと貯めた方がいいって。これはもう頑張ってザコ倒しに行くか。これどうだ。ああ下に挟まってしまった、申し訳ない大佐。まあまあまあそういうこともあるだろう。孫悟空の位置がそんなに良くないな、やっぱ真ん中にいたかったよな。まあこれはしょうがない、加速を拾っていくぞ。これでどうだ。これだ。いややっぱさすがっすね。よし、これ確か真ん中の列にいるのが良くないんですよね。まあでもこれ孫悟空の加速拾ってちょっと派手に暴れちゃっていいっすか。いいっすか。よし、えいオッケー、いけ、暴れて、いい大ダメージを出すんだ。大佐これいいダメージじゃないですか、179万。オッケー、お前にしてはなかなかやるより。まあここは孫悟空を拾っていけば間違いない。俺だ。素晴らしい活躍だ孫悟空。孫悟空はやっぱり一番の敵だな。さすがだな。よし、これ孫悟空だけどハートもいっぱい湧いてるしな。どうしよう。ハート拾って暴れるぞ。はい、おし、おし、倒した、やりました、まず1体目です。なかなかのようだな。だからここでもうしっかりハカをドロップしたいからな。慢心せず行くぞ、ミヤゴ。しっかり友情拾ってくる。ここだ。アリスを拾う。こりゃいいダメージ。じゃあこれは、これは、これ間挟まればいいですかね。うん。やっぱこの間かな。あ、アリスを拾うのもあり。いやでもこれはちょっと自分的に真ん中行きたいから真ん中行けよう。はい。オッケー。よし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 。やりました大佐。腕を上げたな、ミヤゴ。あとはこれはスピードに乗るだけだ。ほら、素晴らしいダメージ。やはり強いな、アリス。私の力もあるが、アリスの力がやっぱり一番だな。よし、じゃあこれは孫悟空下に挟まりに行きますよ。挟まれ、おはまりよ。おし、大佐、よしよし、いい調子だぞ。だが次はあんまり良くないな。次ルシファースタートか。できればアリススタートにしたい次第でござる。立てかんせるぞ。ちょっと横にずれたか、問題なし。了解です。じゃあこれで倒しきれば大丈夫ですかね。ハートも取りたい、もうターンも余裕もある。いや序盤中盤終盤隙がないな、さすが大佐だ。いけ、よし、ハートもダッシュ、2体目ゲッツ。さあ、こっからが本番だ。ハクアの恐ろしさはここからなんだ。気を引き締めていくぞ。まずは貫通で雑魚を滅ぼす。話はそれからだ。行け。
殲滅完了。よし、これで俺が弱点にカンカンすればいいわけですね。任せてください、カンカンは得意なんだ。この角度でカンカン。すいません、大佐すいません、逆サイドに行ってしまいました。まあそのまあそういう時もある、そのために俺がいるんだろう。よし、これは SS を1個使って一気に滅ぼしに行くぞ。これだ、行け R スウィン、ワンダーラン、いいダメージだ。だからライン割にいる宮本頼んだぞ。了解です。次の攻撃が結構やばそうなんで、これはちょっと回復ちゃんとしていきますね。回復をちゃんとしよう。スピードアップに乗る、ちゃんとスピードアップ。よし、乗った、スピードアップに。このショットはどうですか大佐。なかなかの出来栄えだ。やはり孫悟空とアリスのコンビは最強だな。いや、ミヤボーとミヤノボーのコンビが最高なのか、またはどちらかの両方か。いけ、ザコ処理だ。すまない、一体処理ができなかった。頼むぞミヤボー、こういう時こそサポートだ。緊張するな。しかも次の攻撃のダメージがやばい、ダメージがやばいからちゃんと回復もしていくぞ。これだ、これでどうだ、耐えろ、痛い、危ない、よく耐え忍んだ。今が好機、敵を殲滅する、スピードアップ、行け。殲滅完了、あとはザコ処理だ。さすがです。じゃあこれは一気に回復して抜けたいと思います。孫悟空、いけ。よし、回復も少なかった、すいません。まあ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 、ミヤボーはよく安心するか。まあそれも仕方ない、私が殲滅しよう。ストライクショットだ。ストライクショット。蜂の巣にしちゃってもいいかな。加速に乗り、大ダメージ。俺が王道。これチャンスですね。大佐が雑魚処理をしてくれた。あとはこの孫悟空を放つだけ。行くぜ孫悟空。全員に当たるぞ。ストライクショット。行け。頼む、一気に削れ、いいダメージだ。だがアリスが二人動いてない、すいません、本当にすいません。まあ宮本のことだからこうなることは想定していたんだ。私はそのためのアリスだ。アリスパなら簡単に雑魚処理が可能だ。見よ、アリスの力を。確実に2回を処理する。ついに来た、こ
これで決めるぞ。行くぜ、ルシファーのストライクショットだ。我、打点の王なり。決まれ、決まってしまえ。くそー、また決められなかった。俺は畜生。まあまあ、そんな気の病むことではない。私が決めよう。行くぞ、アリス。安らかに飲んで。ギャッハー。いやー、いや、ほんと最初から最後までお世話になりっぱなしだったな。さすが宮野坊。焦ったぜ。俺のミスが目立ったが、なんとかクリアできた。ありがとう。あ、もう行く？あ、もうこんな時間か。じゃあ、また遊びに来て。また遊びに。うん。ちょっと今見送りできないけど。うん。じゃあ気をつけてやるよ。じゃあな。オッケー。オッケー、オッケー。バイリグ。はい。ってことで、なんとか、ハクアを無事、ゲットすることができました。いやー、危なかった。結構、私のミスが目立ったけど、やっぱり、しっかり、サポートしてくれた。そういうところやっぱりね、信用できるんですよね。うん。で、前回、ハクアを混ぜるところまで、見せてっていうコメントがあったので、ちょっと混ぜるところまでやろうかなと思います。一応、ハクは、取れる環境であれば、毎回、取ってお見せしようと思ってるので、多分いろんなパーティー構成もあると思うんで、そう、運極になるまでの道のりを。ちなみに今ね、合計で17体持ってますね。17体持ってて、あと、運極にするためには、おそらく、27回ぐらいかな。27回ぐらい遭遇して、3度無事すれば運極になります。うん。ちょっと頑張っていきます。ちょっと長いシリーズになりそうですけど。よし、ハクア。ハクア。あれ、ハクア。あれ、登場した？はい、いました。はい、この3度したやつ、今ニューついてるやつ。で、こちら。はい、16と17。あ、17じゃない、1。なんで今17です。自分、一番最初買った時に2ドロだったんで、2ドロで、あと5回か、あと合計6回買っていて、これです。最初2ドロの後3ドロで。はい。ということで合成します。いや、先にね、道のりは長いですけどね、やっぱ氷にあるね、ペースも上げてきてるんで、ちょっとこれから、もう運極の方も結構いるんで、俺もその人たちを目指してね、頑張っていきたいと思います。はい、5000。合成。大成功。いいね。関係ないけど。はい、ということで、はい、アクア19になりました。ちょ、まだ先が長いですけどね。目標は8月です。8月目標で頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。